このボートの特徴は、まあ、簡単に見れば分かるようにノーズがスクエアカットで切れております。まあ、この先まであればもちろん一回り長いものにはなるんですけれども、まあ普段のビーチブレイクとか、まあ、それほど大きい波でない時に何も邪魔な余分な長さをできるだけコンパクトに抑えたいっていうような時によくやる手ではありますけれども、まあ、これはクワッドになってますけれども、もちろんお好みによっては最近トゥインフィンも多いですし、またトライフィンで、まあ、ファイブボックスのセッティングということも可能ですし、それの辺はお好みによっていろいろできるかなと思います。まあ、ボトムの形状はうっすら前方は本当の少々のコンケーブがシングルコンケーブで入っておりまして、この辺から V が始まり、まあ、V といってもダブルコンケーブで流れてきてまして、 V アウトするという流れであります。そしてまあ、あともう一つの特徴というんであれば、ここにステップレールといいまして、まあこれはですね、フラットデッキ、まず一つの特徴としてちょっとフラットデッキになっていて、いわゆる70年代のレールのように少しこうローレールのような感じで、ローレールフルレールのようなセットアップになっておりますけれども、まあ、そうするとここにレールだけがちょっとごっついボリュームのようなものを感じてしまう場合がありますので、まあ、薄手の板なら大丈夫なんですけれども、まあ、その時にこのステップレールが入ることによって、まあ、幅もある程度ありますから、まあ、細いものだったらいいんですけれども、ある程度こうやって広いものでレールとレールの切り返しの時に、やはりテールに向かって流れる水が変にこういうところに身がありすぎるものは、ちょっと流れがやっぱりラインが書きづらくなりますので、でもそういう意味も含めて、ここのボリュームを取るという意味も含め、このようなちょっとフラットデッキとステップレールのコンビネーションで作っております。まあ、これはお好みによって、これもナチュラルなデッキに作ることもできますし、はい、まあ、このフラットデッキだと少し立った時の気持ちの安定感とかで、そういう感じはすごくフレンドリーかなとは思います。はい。